はい、皆さんこんにちは、こんばんは。くすみがきファインシャインでございます。今回の動画ですね、サムネの画像にもあったと思いますが、革靴を磨く時の布の巻き方について自分なりのやり方をお伝えしていきたいと思います。ということで、 YouTube にも今は本当にいろんなくすみがき動画がありまして、それぞれ皆さんいろんな巻き方で巻いていらっしゃるかと思いますが、今回は初心者でもですね、簡単にできるやり方っていうのをサクッと紹介していく動画にしていきたいと思います。この動画を見ると、水性クリーナーを使って革靴の汚れを落とす時と、余分なクリームを拭き取る時の布の巻き方っていうのと、鏡面磨きを行う時に寝る生地を使って磨いていくと思いますが、その時の磨き方について分かるようになりますので、ぜひ最後までこの動画を見ていってください。それではですね、前置きはこんな感じにして早速作業に移りたいと思います。はい、ということですね、まずは、こういったですね、こちらブートブラックのツーフェイスプラスローションという水性クリーナーなんですけども、こういった水性クリーナーをですね、使う時に布に少し、塗布してですね、汚れを取っていくと思いますけれども、こちらのクリーナーで汚れ落としをする時の布の巻き方と、あとはこちらの乳化性クリームですね、まあ、こういった乳化性クリームをブタケブラシで革靴に塗り込んだ後に余分なクリームを除去する時の布の巻き方について、まずはご紹介していきたいと思います。で、その時に使う布としては、こういったですね、 T シャツ地の綿 100% のですね、まあ、布を使うと、いいと思います。で、こちらの布をですね、自分の場合はこういった2本の指に対して、まずこんな感じでですね、平らになるように布を置いて、親指で固定します。で、その後に後ろでですね、こんな感じでこう少し力を入れて後ろに引っ張って、こう、裏にですね、ぐるっと、巻いて、で、そうするとこんな感じで、余分な布が余ると思いますので、その布をですね、こちらの指の付け根の方に、ぐるっと回して、で、親指で押さえながらこんな感じでですね、まあ、この辺が、まあ、平らになるように、布を少し調整してですね、で、これで、汚れ落としを、していくような感じですね。で、この布の巻き方で、先ほどご紹介した、まあ、こういったですね、水性クリーナーを、この先端部分に、少し塗布して、汚れ落としを、やっていくような感じに、しています。先ほど指をですね、2本でやったんですけども、おそらく3本の指で、こんな感じでやってですね、で、ピンと張った状態で裏でくるっとやって、で、回して、まあ、多分こんな感じでですね、プロの方はやっていらっしゃるかなと思います。こちらの方がここの面積が広くなるので、より効率的にですね、汚れを落としたりですとか余分なクリームを除去できるんで、まあ、2本指で慣れてきたらこういった3本指でやるのも、おすすめですね。一応こんな感じになります。で、次に寝る生地の巻き方なんですけれども、これはですね、いろんなやり方があると思いますが、本当にこうオーソドックスなやり方について今回はご紹介していきたいと思います。で、まずは一番簡単な方法としてはですね、まず指を、まあ、2本でも1本でもどちらでもいいんですけれども、こちらをですね、まあ、これ寝る生地なんですけども、この寝る生地を、まあ、さっきの汚れ落とし用の布と同じように、こんな感じでですね、後ろに少し引っ張ってくるっと回して、で、まあ、こんな感じで、まあ、親指とこの薬指で布を固定した状態で、ここの、部分をですね、ピンと張った状態にして、これでまあ磨くっていう風なやり方が、まあ、一番簡単なやり方になります。で、このやり方のメリットとしては、まあ、例えばこの部分がまあ汚れた時にですね、すぐ、こう指から外して別の箇所に行けるっていうのが、まあ、一番こう時短になってですね、まあ、布を外しやすく、別の箇所にやりやすいということで、まあ、こういったやり方もですね、いいんじゃないかなと思います。あとはですね、指1本の場合に関しては、こんな感じでですね、まあ、別にこう指全部覆わなくても、例えばこの、第二関節の部分ですね、第二関節の部分で、
こんな感じでやってもいいですし、まあ、どちらでもいいんですけども、まあ、重要なのはこの、磨くところの部分をですね、あのピンと張った状態にするっていうのがポイントというか、まあ、コツになりますね。で、この状態でですね、まあ、ぐるっと後ろに今、巻いてきたんですけど、こうやった後に、まあ、一本指の場合はこんな感じで酔った状態で、まあ、こんな感じの状態にしてですね、まあ、こう、磨いていくような感じに、するといいと思います。はい、今ご紹介したのはですね、まあ、一番簡単なやり方ってことでご紹介したんですけど、次は自分が普段やってるやり方を、ご紹介します。そのやり方っていうのはですね、まず、まあ、指を2本、用意するんですけども、この指にですね、まあ、こんな感じに、寝る生地を巻きつけて、で、裏でくるっと1回転回した後に、この余分に余った布をですね、1回転回します。でそうするとここに、まあ、布を通すんですけども、少しですね、この巻いた部分を少し持ち上げて、まあ、こんな感じで裏にですね布を通して、で余った部分をこうギュッと引っ張るんですね。で引っ張るとここの部分がですね引っ張られてかなりこうピンとした状態になってくれるので、でまあこれでこう磨くような感じになります。でさっきとの違いとしては、さっきはこう親指で押さえてですね、このピンと張ってる状態をキープしていたというか、まあ、維持してたんですけども、これに関しては別に親指で押さえなくてもですね、常にこうピンと張った状態をキープできるんで、鏡面磨きに慣れてきた方は、こういったやり方の方がすごい、いいかなと思います。この部分がまあ汚れてきたらですね、さっきギュッと、縛った部分を、こんな感じで、湯がいて、で、まあ別の部分に、やり替えてまたやるというふうな感じになります。すみません、ちょっとこの布だけ、あの使い古した布を使っちゃったんですけども、まあ、普段皆さん使っている寝る生地で、やってもらっていいと思います。はい、それではですね、3つ目のご紹介なんですけども、次はですねプロの方がやってる布の巻き方っていうのをご紹介していきたいと思います。でそのやり方は、まず、指2本用意するんですけども、この、指2本に対して布を、こんな感じでですね、まあ、さっきまではこう、布に対してもこんな感じでやってたんですけども、プロの方っていうのは、指に対してもこんな感じで、まあ、縦ですね、縦に、布を乗せて、で、この、指の先端部分ですね、この先端部分のところで、まあ、布をですねこんな感じで、まあ、絞るんですね。裏で絞った状態で、ここで、くるっと、やりましてですね、で、さっきのように今こんな感じで、裏に通してこんな感じでですね、また、この巻いてきた布を、こっちの、くるっとした部分ですね、でこれで、上から下に通してまたギュッと、やると、この部分がですねあのピンと張った状態になるんで、で、また余った部分をですね、こんな感じで巻いて、最後のここですね、ここに、余分な布を収納して、出来上がりというふうな感じになります。ちょっとすいません、これあの今うまくできなかったのでもう一回やりますね。はい、ということですね、気を取り直してテイク2ということで、まずこんな感じで、指に布を縦方向で乗せて、で、裏で絞ってから、こんな感じで裏に持ってきて、で、上から通して、で後ろでギュッとってやると、こんな感じでですね、こんな感じで、指の先端が、かなり、ピンと、張った状態になってくれるんで、で、こちら、余った布を、まあ、こんな感じで、回して裏に収納して、
裏に収納して、出来上がりというような感じですね。で、こんな状態で、ここに油性ポリッシュを乗せて磨くというふうな感じの、手順になります。で、ほどくときは、こんな感じで、やって、で、このギュッとした部分を、取りまして、で、まあ、指から外すというふうな感じですね。で、今のやり方で、磨いていくときは、例えば今はですね、ここの部分でやったんですけども、場所をずらすときは、布を少し下に下げてですね、で、ここでまた同じように、後ろで、絞りまして、で、こんな感じで巻いて、で、裏でギュッと、やって、ここの、この指の先端がですね、ピンと、貼るように、してもらって、で、余った布は、後ろに通して、で、そうですね、この部分で、まあ、磨くというふうな、感じになります。ちょっと今のこのギュッとした感じが少し弱い感じなんで、少し、この部分がよれてしまってますけど、その辺はですね、少し力加減で、調節してみてください。はい、ということですね、今回の動画はいかがでしたでしょうか。今回はですね、革靴を磨くときの布の巻き方について、簡単にですね、いろいろ、やり方をご紹介してみました。まあ、結構布の巻き方一つについても、まあ、いろんなやり方、まあ、その人によっていろいろあると思いますけれども、まあ、今回ご紹介したやり方の中で一番の違いっていうのは、プロの方の磨き方はですね、まあ、指に対してこんな感じで縦に置くんですけれども、自分のやり方に関しては布に対してこういうふうに指を置くので、まあ、例えば1箇所目、2箇所目、3箇所目ということで、布をですね、無駄にしないで効率的に全部の箇所を使えて磨けるようなやり方になってます。まあ、一応プロの方のやり方も、ここで磨いて、ここで磨いて、ここで磨いてって感じでできるんですけど、なかなかその指に巻くですね、やり方というか、外す時もちょっとこう、まあ、少し面倒くさい感じのやり方になっちゃってるんで、まあ、それを自分なりにですね、少し考えて自分なりのやり方っていうのを今回考えてみました。まあ、今回考えてみたっていうか、まあ、以前からやってるんですけども、まあ、なかなかこういった布の巻き方を今までご紹介する機会がなかったので、今回ですね、動画にまとめてみました。まあ、それぞれですね、寝る生地の厚さによって、まあ、今回のやり方がまあできるできないあると思いますけれども、皆さんのですね、布の厚さとか、やりやすさに応じていろいろ試してみていただけるとありがたいです。それでは今回の動画も最後までご視聴いただきありがとうございます。今回の動画がですね、少しでも参考になったなとか、ためになったなと思っていただいた方は、ぜひこちらの動画にいいねボタンを押していただいて、チャンネル登録がまだの方は、チャンネル登録ボタンと横にあるベルマークも一緒に押して、横にあるベルマークも一緒に押しておいていただけるとありがたいです。それとまたこの動画に何かコメントしたいことがあれば、コメント欄からどうぞ書いてみてください。それとインスタグラムとツイッターもやってますので、よろしければご覧になってみてください。それではまた次の動画でもお会いできればと思います。ご視聴ありがとうございました。グッドボタン。